佐藤さん、タイムアタックってわかりますか？1分1秒286。でもこの柄ですかね、なんかエヴァンゲリオンみたいな。そうですね、この、はい。ルーツチャンネルをご覧の皆さん、プロレーシングゲーマーの山田です。佐藤優希です。はい、ということで、HKS さんのブースにやってきました。HKS さんの、車をご紹介いただくのは、細田さんです。よろしくお願いします。はい、HKS 広報の細田と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで、今回こちらのお車をご紹介いただけるということなんですけれども、はいはい、こちらのお車は一体何でしょうか？はい、こちらは HKS レーシングパフォーマー GR86 という、タイムアタックマシンとなっております。なるほど。佐藤さん、タイムアタックってわかりますか？タイムアタック、はい、時間内に競うみたいな感じですかね。はい、大体そんな感じなんですけども。目安は非常に近いですね。はい、はい、タイムアタック、サーキットを、一周ぐるっと走る、その時間を測って、どれだけ速く走れるかというのを、競うものになります。はい、で今回この GR86 が今 GR86 のレコ筑波崎のレコードホルダーということでお伺いしたんですけれども。はい、はい、その通りです。すごいタイムが出ているということで。そうですね、はい、その時、ですね、仕様といたしましてはこちらの、HKS ワイドボディで、マフラー、駅マニとサスペンション、あとですね、ブレーキ、タイヤと軽量化、こちらを行ってきたんですけども、そちらで、1分1秒286というもう正直相当速いタイムが出まして、はい、ちょっと我々もちょっとその場合はちょっと想定外だったんですけども、うん、なんかかなり好タイムを記録することができました。なるほど、はい、佐藤さん、これ見てみると、はい、86、こちら普通のGR86 ですよね。エアロがちょっとついてますけど。そうですね、はい、こちらの86、ドライビングパフォーマー GR86 といいまして、こちらですね、ストリート仕様で、カスタマイズしている86になる GR86 になるんですけども、まあ、もう相当もう見かけからもう全然違うと思います。はい、ちなみにどこが一番気になりますか、この車を見て。でもこの柄ですかね、なんかエヴァンゲリオンみたいな。そうですね、この、はい、このパターンは本当にもう HKS の、レーシングカーの伝統的なパターンで、エンジンオイルっていうのを作っているんですけども、そちらのエンジンオイルのパターン、柄がですね、このいわゆるオイルカラーっていう柄でして、もう非常にもう派手で、まさにこう HKS といえばこれっていうような、はい、デザインとなっております。はい、ちなみに先ほどの1分1秒というお話もあったんですけど、はい、そこからちょっと仕様も実は変更を検討しているというふうにお伺いしたんですけれども、はい、どのあたりが変わってるんでしょうか？はい、その通りです。ですね、まずはこのエンジンルーム見ていただきたいんですけども、タイムを出した際はですね、 NA エンジン、純正の NA エンジンだったんですけども、今回はこちら、ボルトンターボタービンがついております。はい、はい、そうですね、ここに確かにターボがついてキノコがついてっていうところで。そうですね、はい、もうこれだけでもう一気にエンジンルームの雰囲気が変わってきましたね。はい、はい、ちなみにこの今ターボ仕様にされるっていうことなんですけれども、はい、最終的な目標タイムとか今後のこの車のゴールといったところはどのようなことをイメージされているんでしょうか？はい、そうですね、こちらのこの、レーシングパフォーマー GR86 の、開発、タイムアタックの進捗を通じまして、より、よりよく、そして、より高性能な、パーツを、パーツの、まず開発に、フィードバックしまして、皆様の GR86 のチューニングがもっともっと楽しめるように、そういうところを目指して、開発していきます。もちろんその過程でタイムもどんどん、1分切りなどなど、更新していくと思うんですけども、何よりもそのオーナー様に、フィードバックする、それが、一番大切な目的ではないかなと考えております。はい、ということで HKS さんの GR86 をご紹介させていただきました。いや、とても速い車ということで、今後のタイムの更新期待しております。そうですね、私も楽しみに私もいつもサーキットに行くのが本当に楽しみにしております。本当に、この車の進化を、私、HK 会社としても私としても本当に楽しみに、楽しみな車ですので、ぜひ皆さんもチェック今後のチェックお願いいたします。はい、ということで HKS さんのブースご紹介させていただきました。細田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。